はい、明日の弁当を作っていきます。これ買いました。容器ってこの、甜麺醤とか、韓国とか中国の調味料で有名なブランドですよね。まあ、日本の会社ですけど。これの、グリーンカレーペースト、ココナッツミルク入り。こういうのちょっとね、買ったことないんで、買ってみたんですけど、チャーハン炒め物、ディップソースなどにも、ということで使ってみようと思います。なんでこれ買ったかというと、ということです。はい、作っていきます。ニンニク切ります。このやり方ってニコニコ動画のハンツマンさんがこう潰してやってらっしゃいますけど、これやると本当に香りがね、全然違うんですよ。なんで、ちょっと見習って、このやり方でやろうと思います。はい、ピーマン切ります。玉ねぎを2分の1個、使います。人参切りました。はい。はい。一応チャーハンなんですけど、カレーなんで、ちょっと出来心で芋を1個入れていこうと思います。はい。芋を切りました。はい。これは業務スーパーで売ってる1キロの、ソーセージですね。1キロ入ってるの500円しないんですけど、これね、美味しくないんですよ。なんで、炒めればね、味がちょっとごまかせるんで、ちょっとこれ入れていきます。はい、切りました。はい、まずね、ソーセージとニンニクと、豚のひき肉を入れました。まずこれ炒めていきます。はい、次にじゃがいもを入れました。これまた炒めていきます。はい、人参とピーマンと玉ねぎ入れました。これまた炒めていきます。はい、炒めてる間に、キャベツ切っていきます。はい、卵を入れます。うわ、ぐしゃ。はい、キャベツ入れました。炒めていきます。はい、米入れるのは好きなんで、ちょっと米入れます。これ、全体的に量が多いんですけど、まあいいや。ちょっとこれでまた炒めていきます。はい、これ使います。開けたんですけど、こうなってますね。なんだこれは。こうなってますね。ご飯 200g に、本皮大さじ1。どれぐらい入れたかわかんないんで、目分量。なんだこれ。このぐらいか。はい、ちょっと炒めていこうと思います。なんか、カレーっぽい匂いは、しないな。しないですね。ちょっと炒めていきます。ちょっと味見ますね。あれ？わかんない。でもね、グリーンカレーって食べたことないんでわかんないんですよ。正直言って。でもなんかね、タイっぽい味がする。もうちょっと足す。はい。これでちょっとさらに炒めていこうと思います。はい。無理やり
入れました。ちょっと食べますね。グリーンカレーってこういう味なんですね。知らなかった。うん。じゃがいもは入れない方が良かった。うん。うん。カレーを食べてるっていう感じはしないですね。うん。ドライカレーとかそういう感じとも全然違いますね。タイの味がするっていうのはするけど、これはカレー、グリーンカレーなんですね。まあまあです。これで出来上がりです。ちょっと溶かします。何これ、これでカップスープ？食欲をそそらない色ですね、これ。ちょっと飲んでみますね。すいません、これ全然美味しくないですね。これは全然美味しいんですけど、これ食べつつ、ダメだ、ダメ、すいませんでした。お疲れ様です。